アイテム番号。SCP-1JP。オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。現在 SCP-1JP に対する研究、実験は応募により禁止されています。SCP-1JP の物理的な収容は収容不可能です。担当職員は、週に一度ランダムな時間帯に、SCP-1JP、12情報攻撃 1JP、CM を行ってください。SCP-1JP、2の情報攻撃 1JP、CM に対する反応が弱まった場合は、SCP-1JP、1に対して情報攻撃 1JP、E を行ってください。SCP-1JP、1に対する情報攻撃を行うとき以外は、担当職員は情報攻撃 1、E についてのドキュメントを作成してください。SCP-1JP、1のアクセスログを監視し、20以上のエピソードを公表した SCP-1JP、2を発見した場合は、居場所を特定して急行し、B クラス記憶処置を対象の SCP-1JP に関連する記憶に対して施してください。SCP-1JP-2 の消滅実験を行う場合は、レベル4以上の職員の許可を得てください。は現在禁止されています。財団職員の SCP-1JP の構成エピソードの閲覧も禁止されています。説明。SCP-1JP は、インターネット上のフォーラム、SCP-1JP-1 と指定、で展開される、ししまえ。というタイトルの無数のエピソード群です。エピソードの一つ一つは会話劇を基軸としています。SCP-1JP は SCP-1JP-1 を訪れる創作者、SCP-1JP-2 と指定、が新たなエピソードを投稿することで成長していきます。SCP-1JP の特異性は、SCP-1JP-2 となったものの一部がエピソードの創作に傾倒し、最終的には消滅してしまう点にあります。SCP-1JP の構成エピソードは、4人姉妹を中心とする周りの人々との日常的なやりとりが基本となる他愛のないものです。SCP-1JP は不特定多数の人物がアクセス可能な SCP-1JP-1 で展開されているため、誰でも SCP-1JP-2 として新作エピソードを公表することが可能です。また、構成エピソードを100以上読むことにより、読者の一部にエピソードを創作したいという欲求を植え付けます。SCP-1JP-2 が創作するエピソードは、ほぼこれまでの SCP-1JP の構成エピソードと矛盾、あるいは世界観に違反することがありません。そして SCP-1JP-2 が、以上のエピソードを公表すると、不明な方法で消滅します。SCP-1JP が財団の目に留まったのは、私的に SCP-1JP-1 を訪れていた、博士の報告によるものです。博士は小説家を志した経験があり、SCP-1JP に対して自身の得意とするホラー分野のエピソードを追加しようと試みました。しかし、博士はなかなかエピソードを完成させられず、ついには執筆を断念するに至りました。その後、博士は同僚に SCP-1JP の存在を紹介し、サイト、81、を中心に広まりました。結果、累計、名の財団職員が SCP-1、2としてエピソードの創作を試みたものの、SCP-1JP の世界観に違反するエピソードの完成に至った者がいないことが発覚し、その維持用に高い自己同一維持性が確認されました。また、財団が SCP-1JP-1 の監視を開始してから、か月後に、研究員の遅刻と欠勤が相次ぎ、失踪したことでその特異性が認められました。現在、SCP-1JP は人間を吸収して成長する情報生命体だと考えられています。SCP-1JP は、構成エピソードをある程度読んだ人物の脳内に株を植え付け、SCP-1JP-2 を発生させます。そして SCP-1JP-2 が新たなエピソードを創作することで、SCP-1JP は成長するようです。SCP-1JP-2 が最終的に消滅する現象との関連は不明ですが、SCP-1JP-2 の消滅後に創作されるエピソードに新たな登場人物が加わっているという報告があります。財団の研究者は当初 SCP-1JP の脅威は低いと考えていました。しかし、SCP-1JP-2 が最終的には消滅することが判明したことで、封じ込めが決定されました。当初財団は、SCP-1JP が展開されていたインターネット上のフォーラムを閉鎖しました。しかし、SCP-1JP-2 は手持ちのバックアップを持ち寄って、別のフォーラムで SCP-1JP-1 を復活させました。
通路の閉鎖と復活を繰り返した結果、SCP-1JP の本体は SCP-1JP-1 ではなく、SCP-1JP-2 の意識中にあるのではないかという判断されました。結果、財団による SCP-1JP への攻撃として、SCP-1JP-2 の捜索意欲を減衰させる情報攻撃が決定されました。情報攻撃 1JP-A 及び、情報攻撃 1JP-B、情報攻撃 1JP-C、情報攻撃 1JP-M により、SCP-1JP-1 の活動配置自的に停滞しました。しかし、SCP-1JP にはほどなく活性化し、新エピソードの発表が再開されました。現在、各情報攻撃への肯定的な感想により、SCP-1JP-1 の活動が停滞することが確認されており、SCP-1JP に対する有効的な抑制方法だと考えられています。現在、SCP-1JP による SCP-1JP-2 への心理すり込み効果について研究が行われています。現時点で心理すり込みには、捜索するエピソードは SCP-1JP の世界観を逸脱しない、といった程度のものしか判別できておらず、捜索活動自体を促す要素も見受けられましたが、本人の意思で抗える程度のものです。ほい。情報攻撃 1JP の詳細について、情報攻撃 1JP は、SCP-1JP-2 の捜索意欲を減衰させることを目的としたものです。基本的な方針としては、低クオリティなメディア展開を行うことで SCP-1JP-1 内で論争を生じさせ、SCP-1JP-2 による新エピソードの発表を妨げます。情報攻撃 1JP は、獅子舞、コンテンツプロジェクト、というタイトルで、財団フロント企業の協力により実現されました。情報攻撃 1JP-A 詳細。SCP-1JP の構成エピソードを下敷きにしたアニメーション番組を制作しました。財団フロント企業のスターコラボレートプロダクション所属の無名タレントをメインの登場人物の声優として採用しました。また、脚本は基本的に SCP-1JP の構成エピソードのうち、続いているように見えるものを羅列して構成されました。放映の結果、紙芝居のようだ、会話の、テンポが悪すぎる、予算の9割を宣伝に使ったのでは、などといった評価が SCP-1JP-1 に投稿されました。後に全6巻セットでの映像メディアが販売されましたが、全部で、本の売り上げとなりました。情報攻撃 1JP、B 詳細。SCP-1JP 構成エピソードのうち、人気の高いもののみを収録した書籍を一時的に設立した出版社から刊行しました。表紙には、SCP-1JP、1にてたびたびイラストの投稿を行っていた、のイラストを採用しました。円で売り出されましたが、絵のない絵本のようだ。厚みの割にページが少ない、などといったコメントが SCP-1JP-1 に投稿されました。情報攻撃 1JP-C 詳細。無名の漫画家による SCP-1JP 構成エピソードを下敷きとしたコミックを制作しました。月刊漫画雑誌、漫画タイム。にて3ヶ月間、8コマ漫画形式での連載を行いました。連載中 SCP-1JP-1 にて、1枚絵を描いて吹き出しの中身を変えただけではないか。絵が安定していない。主人公4姉妹の表情とセリフが一致していない、といった評価が投稿されました。単行本、全1巻、予約者特典として着せ替えカバー付けは受注生産方式とされましたが、予約者数は、名にとどまりました。情報攻撃 1JP、M 詳細。SCP-1JP 構成エピソードを用いた実写映画を制作しました。監督には学生時代に映画制作経験のあった、博士、J、名誉氏を配属しました。主演女優は、財団フロント企業であるスターコラボレートプロダクション所属のタレントを起用し、映画オリジナルキャラクターとしてお笑いタレントの、を登場させました。全80分の映画となり、全国一の劇場にて公開されましたが、1ヶ月の上映期間中での観客動員数は、名でした。公開初日から SCP-1JP-1 には、長い90分、予告編も含めた上映時間、だった。原作の持ち味を見事なまでになくしている、罵倒、丁寧語、削除済み、といった評価が投稿されました。映像メディアの販売は、現時点では未定です。情報攻撃 1JP、CM について。情報攻撃 1JP、CM は SCP-1JP-1 に、情報攻撃 1JP に対する好意的な感想や評価を投稿することです。
情報攻撃 1JP、CM により、SCP-1JP-1 は好意的な感想に対する批判で活性化し、SCP-1JP-2 による新エピソードの投稿が遅延する効果がもたらされます。情報攻撃 1JP、CM を行う職員は、情報攻撃 1JP で制作された各作品を十分に視聴してください。情報攻撃 1JP、E について。情報攻撃 1JP、E は、SCP-1JP-1 にエピソードを投稿するものです。この時投稿されるエピソードは、SCP-1JP の世界観から逸脱するものでなくてはなりません。そのため、情報攻撃 1E を行う職員は、SCP-1JP のエピソードにあまり触れてはいけません。情報攻撃 1JP-E に用いるエピソードを創作する場合は、以下のテンプレートを使用してください。エピソードタイトル。内容を端的に表現してください。登場人物。登場する人物を列記してください。舞台。学校、自宅など場所を記入してください。エピソード本文。会話をメインとする内容を記入してください。ホラー、恋愛模様、悲劇といったエピソードの方が、SCP-1JP-1 により大きな反応をもたらします。インタビュー記録 1-B2。対象。インタビュアー、エージェント。不機。SCP-1JP-1 で比較的多くのエピソードを投稿している、主に、情報攻撃 1JP-A の放送直前特集と称してインタビューを行いました。録音開始。エージェント。それでは、3、よろしくお願いします。よろしく。エージェント。まず最初に、あなたと姉妹。SCP-1JP との出会いは何でしたか？友人に教えられました。ここに面白いものがあるぞ。ってアドレスを教えてもらって、そこからハマり込みましたね。エージェント。なるほど。では、あなたがエピソードを投稿するようになったのは、いつ頃からですか？だいたい100本ぐらい読んだ頃だったかな。頭の中に4人の会話が湧いてきて、参加してみたくなったんだよ。エージェント。そして現在までに、本に及ぶエピソードを投稿されてるわけですね。そういうこと、笑い。エージェント。では、さんが考える、エピソード創作の秘訣とは何だと思いますか？そうだね、自分の日常の一コマをエピソードにしてもいいし、夢の内容をメモしておくことも重要だね。エピソードになりそうなネタは意外とあちこちに転がってるから、少し注意するだけでいいんだ。エージェント。日常の一コマを取り上げる、とのことですが、姉妹がいらっしゃるのですか？いや、一人っ子だよ。姉や妹がいたらこうなんだろうなぁ、って想像はしたことがあるくらいだね。エージェント。それにしては、各登場人物の描写が真に迫っていますね。そこについては僕も不思議なんだよね。笑い、やっぱり、他の人たちによるキャラ作りがしっかりしてるから。こう言われたらこう返す。この時はこう動く、っていうのが頭に浮かぶと思うんだ。エージェント。なるほど、他の人がいなければ、によるエピソードもなかった、ということですね。そう。獅子舞。は僕だけじゃなくて、皆の創作物なんだ。エージェント。インタビューは以上です。ありがとうございました。こっちこそ、こういう場に招いてもらって嬉しかったよ。エージェント。では私はお先に失礼しますが、別の物が駅まで送りますので、お待ちください。わかった。終了報告書。エージェントの退出後、催眠ガスを室内に噴霧して、死を拘束。各種心理試験と綿密なインタビューを行い、彼の意識にある種の心理刷り込みが行われていることが判明した。他の SCP-1JP にでも同様の心理刷り込みが見受けられた。追記。死には B クラス記憶処置を行い、SCP-1JP に関連する記憶を消去して解放した。なお、自宅のコンピュータなどからも SCP-1JP に関連する情報を削除した。メモ。それにしても、こいつら SCP-1JP には一体何が楽しくてエピソードを作ってるんだ。あ、金をもらっているわけでもないのに、100も200も作っている奴だっている。作って作って、その先には消滅しかないというのに、まるで、SCP-1JP の世界を完全に作り上げようとしているかのようだ。
博士。閲覧が承認されました。研究員の個人ログ。P クラス職員6名を用いて、SCP-1JP-2 の消滅実験を行った。結果、6名中11名だけが消滅に至った。詳しい実験状況と結果、消滅の過程については実験報告書を参照してほしい。実験後、SCP-1JP-1 を確認したところ、新たに公表されたエピソード中に新しい登場人物が加わっていた。SCP-1JP-2 の消滅と新たな登場人物の出現に相関性があるのは明らかだ。SCP-1JP-2 は SCP-1JP に旅立ったのだ。SCP-1JP は SCP-1JP-2 の頭の中に生息する情報生命体だ、というのが現在主流の説だ。だが、実験後からある考えが浮かんでしょうがない。それは、SCP-1JP はどこかに存在しているのではないか、というものだ。人間の意識を通じて、エピソードという形で SCP-1JP の情報をもたらすのだ。そして、エピソードを多く功労して貢献した SCP-1JP には、SCP-1JP に迎えられる。もちろん全てはただの考えだ。仮説ですらない。だが、SCP-1JP-2 の消滅と登場人物の出現は事実だ。新たな登場人物は SCP-1JP の世界観に従って動いているから、SCP-1JP-2 との関係はないかもしれない。いずれにせよ、SCP-1JP-2 の消失と登場人物の出現の相関性については研究しよう。研究員の手書きメモ。以下の文章は失踪した、研究員の資質で回収されたメモである。メモ。俺たちと同じく SCP-1JP は実在する。俺が望んだから、俺はこっちにいるんだ。忘れていた。追記。研究員の行方は現在も不明。個人端末に SCP-1JP-1 へのアクセス履歴と、エピソード創作の痕跡があった。しかし SCP-1JP-2 として消滅したとするには公表エピソード数が圧倒的に不足している。何らかの他の要因があると考えられるため、研究員に関する情報は凍結する。博士。研究員の失踪について、これ以上の調査は中止とする。現時点より SCP-1JP に対しての調査、研究は全て保留とする。応募一同。我々は実在する。実在するのだ。応募。